ハロウィンやってる感じだったから、すごい連なってて。え、パレード？パレードっぽくなってんだよ今日ね。あ、じゃあやってたんじゃんパレードみたいな。うん、多分やってたんでしょ。なんか前やってたもんな、その、うん、どっかでもねパレード、ね、やってるよね、そういうのね。最近もやって、コロナがあったから一回中止になったのかな、うんうん、あ、じゃあまた復活したのかな。はい、やってますよ。そうそう、あのハロウィン近くの都内の町々で結構ね、やっぱコスプレして、うん、コスプレ仮装めちゃくちゃいるしてる人がいるよね、うん、バズライトイヤーとか超完璧な人がいた。あ、ちゃんとしてんの。マジで、マジすごかった。もういいね、うん、こっこい、うん、先週だよね、赤飯握り、うん、もう1週間経った。そうですよ、もう1週、さっきやったみたいなぐらいの。さっきやった、先週、先週日村さんがですね、もう、何年越し、13年越しぐらいのね、赤飯チャレンジですよ、ね、確か13年も経ったんだっけ。 10年か、10年か。あ、10年だっけ。まあもう変わんないけどね、10年も、まあそんなもんね。入院しちゃって ね、10年前はね、赤飯握り10個食べれるよって言ってじゃあ来週やろうって言った時にできなくてね、入院、入院しちゃったの、急遽緊急入院して、そう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 、病院でやろうかって言ったんだけどね、できないって言われて、できないっつったそうだ、で、でもうその長い10年ぐらいの月日をね、ってそうです、それでやったらなんと記録が11個、そうなんですよ、11個食べました。やっぱこの10年でやっぱりこう、フード仕事ってのがやっぱ増えて、多分前やったら失敗してたんじゃない、うん、できなかったと思うよね。日村さんスピードも落ちなければ、うん、ねえ、10個でもう達成なんだけど、記録伸ばすためにもう1個行ったら全然いけたんだ、うんうん、11個目いけて、12個はきつかった。いや、いける、多分いけるけど、うん、もう多分もしかしたら戻しちゃう可能性もあったし、あ、もう違うものだったら食えた。ぶっちゃけあの時も言ったけど、ラーメン1杯、醤油ラーメン1杯ぐらいだったら食えた。すごいね、うん、で大倉と永井もチャレンジしてて、永井が10個いった。永井10個いったんだよ、ね、もうでも永井はもうパンパンだったでしょ、もうね、10個目もいけない、うん、ね、で大倉が5個です。え、5個だっけ。はい、もうピタッピタッと止まって、もう止めた、もう次、まあ、一口ぐらいならいけたかもしれないけど、もう無理だった、はい、うん、ね、うん、完全に早い。裏でやってたで井野が10個だっけ。お、井野くんも10個結構持っていくと思ってた。井野が意外と食わないんだよ。井野としてはすげえ食ってんだから。お腹いっぱいになっちゃったよね。井野が意外とね、持っていくかと思って。ちょっともう弱っちゃったんだよ ね、その、そう、昔に比べて。だからマジで日村さん、この中で一番大食いかも、うん。そうよ、俺だから。やっちゃったよ、ね、ついに。で、結構余ってたじゃん、この。めちゃくちゃ用意してくれてたから。ね。で、あれ俺終わった後に食ったんだけど、まだラジオ中だったから、終わった後か、終わった後にポッドキャストで食べてたんで、そうだ、1個うまそうで、みんなが食ってるから美味しいから、またレンチンしてるからうまいのよ、うん、そうで俺が1個もうお腹いっぱいいや、あれね、やっぱ餅なんだよね、言っても赤飯握りって、あんなの10個ってもうマジで本当にすごい、うん、だって俺も5個目ぐらいで1回あちょっと待って止まんのかっていう、あ、来た、危険なシグナルちょっと出たの。あ、本当、あ、やばいやばい、全然止まってるイメージなかった。そうだからね、水とにかく飲まない、うん、でとにかくペースを崩さない、うんうんうん、急ぎもしなけりゃ遅れることもしない、すごいね、ただ淡々と食ったら行っちゃったみたいな。本当、うん、あのあとラジオ終わりで、うん、余ってたじゃんまだ、うん、余ってた、小山が普通に食べ出してさらしいね、うん、うん、で、あ、もう普通に5個食ってで6個目食って、うん、全然いけるな、いや結局ナチュラルボーンなのよ、それで、うん、まだいけるっつってたけど、いや、うん、意味ねえよって、こんな朝方にね、うん、しかももういけるっつって挑戦したところで、うん、あの気持ち悪くなったりしたらあれだから、もうやめなっつって、うん、もう帰ろうっつって、うん、それでやめたんだから、だからまだまだ余裕で、あと2個ぐらいは全然いけますもん。いや、いけるのよ、だ8個ぐらいは余裕でいけるってことだ、うんうん、やっぱあの子が俺なんだか一番強いと思う、あギャル曽根とかあんな抜いて、いやいや、あ抜いてね、抜いて、あの子一番すごい、うんうん、小山、うん、あそうだよ、小山はラジオの前にカオタンも食ってたからねでカオタンってのはいわゆる町中華だから、町中華を普通にいろいろ食って、うん、食ってんだから、うん、俺食ってないんだから調整してきてるからね俺らは食べずに来て11個ヒーヒーなら食ってんだから、なんだよ、ね、いや一番恐ろしいやっぱあれモンスターですよ、ね、ちょっとねメール来てるんですよ、うん、こちらラジオネームネギ農家、はい、はい、スマイルアップしたらさん、お、カウントアップ大倉さん、 OK ディップ日村さん、こんばんは、スマイルアップだよ
あの俺もスマイルアップだよ。あのスマイルアップはあのハムですよね。ハムの方だけどね。俺らプリマハムのことだ。俺らが言ってるのプリマハムの。プリマハムだからね。ハムとかベーコンがスマイルアップっていうね、うん、カテゴリーになったその CM をやってるんですけど、そう、ちょうど旧ジャニーズがスマイルアップっていう名前に社名変更しちゃって俺らが一番びっくりしてるんですから。そう、ほぼほぼ同時の発表みたいな感じだったから、ね、俺たちのスマイルアップと俺たちのスマイルアップ、そう、うん、俺もスマイルアップだから、うん、頼むわ、その方形なんちゃらって言わないでくれ、はい、そういうこと。おい日村、何すか、長井、井野、あの、うん、お前ら先週赤飯握り10個チャレンジしてたな、うん、うん、僕はな、お12個食ってお前らを超えてやろうと、うんうん、赤飯12個のために高校から帰るとき、うん、セブンをはしごしたんだ、お結局、うん、5個しか食べられなかった。長いの、お前らすごいよ、日村ファン。正直な、やっぱ5個って結構普通に止まるんだよ。5ですね、やったらわかるでしょ、うん、ね、わかるよね。だから大倉が普通なんだよ、はい、本当にそうだな、うん、もっと多くらいけると思ったけど、やっぱ一回止めちゃうと終わっちゃうんだよね、はい、あのね。ラジオネームバナナたけし、うん、天才設楽さん、秀才大倉さん、おにぎりくん、こんばんは。おい、そうだな。赤飯にぎりくんな、おにぎりくんだとなんかそういう芸人いるからさ、うん、先週行われた赤飯にぎり10個チャレンジに触発され、うん、僕の大学の友達と5人で同じチャレンジを実施、ちょっと流行ってきてるんだよね、え、しました、うん、で結果は1位、うん、ラグビー部のやつ、これは食うわ、13個これ食うわ、すごいわ、うん、あと2個無理、いやいけっけど。ラグビーとかやっぱすごいね、あ、うん、2位、柔道部のやつ、柔道部8個、おらやっぱだから柔道部に勝ったわ、大学の運動バリバリやってるやつがこれいけないんだから、うん、ね、柔道部のやつ、うん、分かったわ。3位、うん、野球部のやつ、野球部食うでしょ、ガリガリのやつ、ガリガリの、この2人は6個、あー野球部ガリガリは6個か、うん、で4位、この送ってきたバナナたけし、うん、5個、みんな5だねという結果、だ、ね、だから5が普通なのかな、うん、5で、ま、あそっからセンスというか、そうだね、センスと言わないか、なんか才能、何自分がセンスあるみたいなね。センスって言わない、まあまあ大食いのセンス、ね、大食い才能というかな、うん、うん、大学生5人でも1人しか成功できなかったので、うん、赤飯握り10個はとても難しいということが分かりました、うん、つまり日村さんと永井さんすごい、この一言につきます、うん、井野が入って、うん、井野くんもね、井野は裏だったからね、うん、正式種目、正式記録じゃないから裏って、うん、裏ではない、日村さん10年越しのチャレンジ成功おめでとうございます、ありがとう、そしてファックですと、ありがとう、ありがとう、ね、うん、やっぱ10個ってやっぱすごいんですよ、いやーもう半端なかったね、大丈夫だった、その後なんか気持ち悪くなったり、これね皆さんね、調子悪くなんなかった、調子は悪く、あの悪いどうこうっていうかね、うん、あのうんこが最悪なことになるんですよ、汚ねえな、汚ねえ話、汚ねえ話ですよ、最悪ってのはちょっとどう、いや言ってしまうとですね、うん、出ないんですよ、あ、そっち出ないの、そっちなの、俺そこから2日半、うん、何にも出ないの。まあまあまあ、ちょっといつも快便なわけ、うん、快便では快便、じゃあちょっと便秘気味になった、はい、うんうん、それがもう2日半、ああ何にも、もう何にも出ないけど食事はするから、ああ俺パンパン腹ん、俺ロケ行ってたんですよ、そのうわきついなんか、あのまま、あのせっかくグルメじゃないんだけ ど、 ああなるほど、違う番組でロケ行ってたんだけど、ああそれでもやっぱ食べなきゃいけないシーンとか、うんうん、まあ要は普通に腹は減る、あの減るんですよ、うんうん、まあね、それはそうだ、食べてどん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 要は体に何か食べ物を積んでいくっていう感じの、なんだよ、もち米だからなんかあれなのかな、結局俺本当そうだと思う、どん詰まりみたいになっちゃったんかな、で3日目にカッチカチのがなんかポロンって出てくるの、カッチカチやぞと、カッチカチの方が悔しいです、悔しいです、ポロンポロンみたいな、ポロンみたいな、あ、そう、それも全部出てるわけないけど、だからあれなのかな、普段さ、うん、炭水化物ちょっと制限してるでしょ、うん、あ、まあまあまあそうね、うん、でなおかつまあだから、まあ、食物繊維とかあれなのかな、うん、分かんないけど、だから、うん、あれなんじゃない、固まったんじゃない、ゲリ気味じゃんだって、うん、いや基本はね、だから、うん、そうなんじゃん、で何にも食べずにほぼほぼ来てるから、うん、まあ、あの多少は入れたよ、あのその日の昼にね、うんうんうん、でもほとんどね、うん、空の状態で
いや、もち米だけ入れてるからやばかったかもしれない。あれはなかったの、そのなんかムカムカするとか。ないのよ、ムカムカするみたいな。マジで。でもゲップするでしょ、うん、ずっと赤飯、やっぱ赤飯の香りはするわけ。赤飯の香り、めでたい、めでたい。体内にはあんのか。あ、で島に腹が減ってくるから、あ、胃にはないんだ。うんうん、まあね。でもうんこが出ないっていう、もうむちゃくちゃ苦しかった。大変だったんだ。これ皆さんやるって言ってもいいけど気をつけてください。まあまあそれはね、うん、はい、大変な感じ。大変なことになります。うん、あとね、うん、これ先週ラジオで俺言ったじゃん、うん、せっかくグルメのさ博覧会でしょ。そうそう、これね、これすごい、メール来てんだけど、うん、ラジオの京都より愛を込めて、はいはいはい、天才設楽さん、天才大倉さん、ウォーキングの人こんばんは。まあまあ、はい、まあまあ、こんばんは。初めてメールします、うんうん、私は京都に住んでいることもあり、せっかくグルメ博覧会は前半後半とも初日に行くことができました。美味しいグルメをたくさん堪能することができました。おしかも10月24日後半初日にはグッズを選んでいるところになんとウォーキング姿の日村さんが登場しました。あ、俺あったんだ。じゃあお隣に永井さんもいらしてただただびっくりし、そうそうそう、まともにお話できなかったのが悔やまれますが、いや、そう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 、その時息子にも優しく声をかけてくださり一生の思い出になりました。あ、本当？京都は満喫できましたでしょうか。またいつか会える日を楽しみにしています。その説は本当にありがとうございます。あ、はいはいはい、あのね、そうなんですよ、せっかくグルメでね、これ、高島屋、そうです、京都高島屋でせっかくグルメ博覧会、はい、せっかくグルメに出たいろんな、はい、なんかこう食べ物とかね、はい、のいわゆるあの物産展みたいな感じでやってるのに、はい、日村さん行ったんだよ。私行ってきました。プライベートでね、もうどうしてもこれやっぱ見たいからどうなってんだろうと思って、長井とか、ええ、ねえ、あのスタッフもね、たまたま行くっていうか、うん、俺も行きたいっつって、うん、見てみたいっつって行ってきました、うん、ね、はい、これこの人から、あ、覚えてます、写真がね、覚えてます、せっかくグルメのね、俺のね格好してくれてんのよ、この子が。そうな、かわいい、かわいい、これありがとう。ね、こう麦わら帽子と、これ黄色だったのかな、今写真の、これ黄色です、黄色です、オーバーオール着て、オーバーオールかわいい、この子かわいいの、髪型もなんかちょっとおかっぱっぽくしてくれてるしね。なんで日村さん京都行くのにさ、うん、あのウォーキングの格好してる。これはね、これはね、要は前の日泊まったんですよ、京都に、うんうん、そんで翌朝、うん、鈴虫寺っていうね、うんうん、お寺に、うん、説法してほしくて、うんうんうん、説法を聞きに行くの好きだね、はい、それがね、嵐山まで行かないぐらいの、うん、あの辺なんですよ、うん、で朝はそこまでタクシーで行って、うん、そっからウォーキングしたかったから、うんうん、高島まで歩いたんですよ、そっから。あ、だからこの格好。そうで、この格好で行ってこのまま行ったんですけど、すげえな日村さん、京都で別にその時普通の格好でもいいわけじゃん。まあいいんだけどね、すごくない、ウォーキングの格好で。まあだから確かに写真撮られてるけど、そうだから確かに、まあ、この格好で現れてるからウォーキングできたのかとは思われる、ね、マジでウォーキングの人じゃん、うん、すげえな。旅行行ってウォーキングするのは別にあれだけど、ウォーキングの格好でこのメインの会場に現れちゃうっつうのがすげえわ。でもね、すごいんだよこの博覧会。なんかすごい、よかったらしいね。俺あんま博覧会ってもの知らないけど、これなんなの、博覧会なの、物産展ではないんだ。あ、いや物産展でいいんだけどさ、うん、要するにさ、うん、何なんだろうね博覧会って。ああ、まあまあ言い方が博覧会でちょっとその定義は知らない。万博覧会だよね、うん、いわゆる博覧会、うんうんうん、もう8階だっけな7階だっけな、イベントスペースみたいなとこなんだろうね、うんうんうん、あそこね、うん、そこもう3分の2ぐらい、うん、もうなんか祭事場全部こうなんか使ってやってくれてるんでしょ。恐ろしい盛り上がり。いや、らしいよ、なんかすごい人が、土日なんかすごい人だ、土日はもっとすごいですっつって、これでも今日はそんなすごくないんですよってのが、ね、異常な、あ、もうデパ地下のヤバい時と同じ。まあまず単純に美味しいものが集まってるっていうのがね、あるし、まあ、テレビでやってるから、うん、ちょっともしこういう機会で食べれるんだったらってちょっと遊び行ったり、うん、そうなんかこれだから今回は京都のね高島屋さんでやりましたけど、うん、今後ねこれ多分人気あるってなったら他でもやりそう、ね、これやってほしいね、東京にももちろんだけど、ね、他の県の高島屋さんは行ってほしいね。日村さんがウォーキングの格好で現れちゃう。俺行く俺これ久々さんなんかチャンスだったら行ってほしいんだけど、そうだ、ね、今まで番組で、まあ、もちろん全部じゃないけど、いろいろ出た中のものがあるんでしょ、あるのよ、あそこのあれだこれだっていうのあるのよ。で俺が食べてないのもあるし、早朝の
あの、あ、朝の炎、早起きせっかくの早起きの炎もあるわけですよ。ああ、いいね。かなりの商品の数と、あ、それで日村ロボも、うん、高島屋の1階とここにもあって、そこでみんな写真撮ったりとかできるんですよ。嬉しいね。そこに俺現れたから、あ、やばいじゃん。ご本人登場、ご本人登場みたいな感じで、ちょっとすごかったよ。だったら、そんなだったら、あの普通に回せよかったね、うん、あ、番組ね、うん、あ、本当だね、うん、だから本当はちょっとねゆっくりこう見たかったり、なんか俺できんのかなと思ったんだけど、うん、平日だったし、うん、もうそんな感じじゃない、人が多すぎて、いや、もう大スーパースター俺大スーパースター現れた感じで、いや、そっか、すごかった、そっか、うん、わあ、すげえな、いや、番組の勢い感じた、ちょっとこれは、うん、んラジオネームバンブーマン、うん、サルゴリラ設楽さん、お、うん、あ、ラブレター、あ、キングオブコントあったね、優勝ね、サルゴリラね、よかったね、うん、ラブレターズ大倉さん、うん、アナルテイ日村さん、こんばんは、 なんで出てねえだろアナルテイなんて、カエルテイは出てたけどね、カエルテイなんだ、アナルテイ、おい、たけし、誰がたけしなんだよ、なんなん、俺は何なんだよ一体、ウォーキングスパッツって、うん、説法を聞くのに一番向かない格好だ、わかるわかる、住職びっくりしてる、うん、本当だよ、住職の方はね優しくてね、俺何回も言ってるからね、ああ、また来てくれたんでかみたいな感じの、そうそうそう、わかる、確かにね、確かによくないよ、うん、確かに、もう思いっきり派手派手の色のウォーキングの格好で、ね、まあ、ね、何の格好でも別に向こうはねいいんだろうけど、なんかなんか良くない気がする。いや、気持ちよかったんですよ、この京都またね、あるけど、ね。いや、わかるけど。ね、俺は、うん、あれだな、そういえば、先週土曜日だっけな、あ、日曜日かな、うん、土曜日か、うん、直太郎くん。ん？金曜日？ん？日曜日だ。そうだ、うん、日曜日だ。全然金曜日なわけねえや。日曜日に、俺は、うん、あの、ライブ行ってきて。ライブ、うん、うん、直太郎くんの、お、直太郎くんライブやってたんだ、ライブやってた、ライブやってたっつうか、この1年半かけて全国ずっと回ってたやつのファイナル、ファイナル行ったんだ、20周年でファイナルで、なおかつ100本目、へえ、すごいよね、っていう、そうそう、ライブで、うん、いや、すごかったよ、よかったよ、うん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 、で、まあ、そこで一応全国回ったファイナルだけど、その次の日も追加公演で101本目やるってことで、うん、NHK ホールでやったんだけど、あ、 NHK で、そうそう、うん、いやー、やっぱまあ、その全国100本やる中で3つぐらいの自分の中で、あの弾き語りとかそういうフルバンドとか分けてやってたみたいだけど、その俺が行った日はまあ弾き語りもあったりフルバンドで基本はやるライブだったんだけど、うん、まあ20周年ってこともあって、うん、今までの集大成だったりとか、うん、いろんな曲やったけど、やっぱ改めて思ったけど、まあほら、ここ最近さ、俺自分たちも今度武道館やるじゃない、あ、いいの俺たちって言って、言っていいの、赤鉛筆、赤鉛筆まあ、ね、やるじゃない、うん、だからさ、今まで普通にライブ見てた感覚プラス、うん、カルピスでもライブやるんだなっていう目線がちょっとあれ武道館だったの、直太郎くんのそのファイナル、 NHK ホールつったじゃん、あ、うんうんうん、あんま聞いてない、んで、そう、 NHK ね、そう、でそういう目線がちょっと入るじゃない、うん、やっぱさ、デカ箱でね、うん、やるっていうね、やっぱさ、デカ箱っつっても、まああれ NHK ホールって3000いかないぐらい、うん、かな、だからそれのもうモットーじゃない、 NHK ホールってあれだよね、紅白の、そうだよ、紅白、ね、あ、そうだよね、そうそう、うん、まあまあ広さそんな感じで、ああこんな感じななんて思ってさ、あとやっぱステージ直太郎君歌っててさ、うん、思ったんだけどさ、あの全部歌覚えてんのね覚えてるって言ってた、覚えてるって言ってないけど、うん、でも見てないもん何も、あ、そう、うん、あの下とこ出てるでしょ、あれ、いや出てないと思う、直太郎くんの場合はああいうの出してなかったもん、ああ多分出してないと思う、それか俺らみんなが前向いてるから後ろにデカデカ出てたら俺は見てないけど、あ、そんなことやんない、そんなことやってないと思うわ、やっぱ歌詞とかすっげー覚えんだなと思う、いやでもさ、コントだって覚えるじゃん、あ、まあまあ、あれよく言われるよね、うん、あの2時間以上よく覚えられますねって、うん、あれはでもよく言われんだけど、うん、そりゃ覚えるよね、だってだからそれと同じでも歌も出てるよね、あれね結構下にね、覚えてます、みんな覚えてんのあれ、聞きましたけど覚えてるって言ってましたもん、確認のためにちょっとあるぐらいで、だからほとんどこうやって歌ってチラッと見るぐらい、
だからチラッと見てるでしょ。でもほとんど見てるあれグラサンとかかけてる人ってみんなチラッと見てんじゃないのってか、なんだガッツリ見てんじゃないの。サンプラザ中野さんとか、サンプラザ中野さんとかもうガッツリずっとメガネの中で目がもう、そうだ、嘘だ、もうそうだ、まっすぐ前見てると思ったらもうな斜めしてガン見してるってこと。グラサンもそうでしょ、間違いなく目の動きバレないようにマジで。いやそりゃそうじゃないの。アルフィーのあれもアルフィーさんも多分見てるでしょ本当。桜井さんも絶対見てないですよ。見てないの。見てないですよ本当。星くずの星空ね。あ、間違えた。それチェッカーズ。チェッカーズ入ってる。星空の下のディスタンス。絶対見てるって。まあ下見てる、ね。まあそこは見ないと思うけど、そこはわかるでしょさすがに。だからやっぱ歌詞とか見てないみんな、うん。まあ別にそれはスタイルだから。うん、でも無理だよね赤い物の曲をさ。うん、無理無理。覚えて歌うの。でも無理よ。ぶっちゃけ実を言うと昔ねもっと長い、うん、あの曲の、うん、あの通面ワンウメ、ワンウメっていうグループね、うん、コントの中に出てくるね、うんうん、ね、うん、そのオレンジっていう歌が、あ、オレンジ、うん、これネタであるんですよ。その昔、うん、女の子一人男の子二人のバンドみたいなグループをやってた歌を歌った、うん、でその二人が一、うん、人が俺なんだけど東京出てきちゃって、うん、なんかうまくいかないっていうそういうので歌うね、うん、あんだよね、うん、その歌なんて覚えてる。覚えたね。だから覚えてるのもあるんだもちろんもちろん。だからね覚えようと思ったら覚えれるけど覚えないっていう風にして練習しちゃってるもんだからもう無理だよ ね、まあ、ね鼻からほら俺でも覚えようとしても覚えられないと思うな歌は。あ、歌はね、うん、セリフはまああれだけど、うんうん、歌はね、うん、がっつり、ま、でもあの歌手の方もたまに間違えたりするじゃない。いやそうだね。そうそう、だからまあね関係ないんじゃない、うん、まあそこはね、うん、まあそういうこっちゃね、そんな全曲間違えたらわけわかんないけどさ、うん、全然覚えてないみたいな感じで、ね、でもよかったな、おたろくんすごい、うん、やっぱさすがです。覚えてんだ、うん、うまかったし、なんかよかったすごい。まああの人本当に日本一歌うまいんじゃないかぐらいうまいもんね、うん、直太朗君って。マジそうだね、日本で7、8、なんでもうちょっと下か1でいいじゃん上7人うまい、マジうまい、めっちゃうまいもん直太朗君。ギターもうめえし、うめえし、うん、で昔さ違うあのラジオでさ森山良子さんもさ来ていただいた時にさ、うんうん、生で歌ってもらったことあったじゃない、うんうん、びっくりするね、やっぱ森山良子さん。森山もう良子ママなんか声が楽器だからね。楽器だねあれね、本当に高音とかのああいうのすごい、ね、すごいよね。で直太朗くんのライブ良かったっていうのと、うん、ちょっといいですかここでもう告知、告知、はい、お知らせさせてもらっていいですかね、はい、あのそんな話の流れかで流れなんですけど、赤鉛筆in 武道館のお知らせをしたいと思います、赤鉛筆 in 武道館開催決定。これはねもうちょっと前にライブの後に言ってたと思うんですけども、うん、実はあの赤鉛筆がですね武道館でライブやるんですね、うん、あの赤鉛筆っていうのは我々バナナマンが演じるコント赤鉛筆、うん、フォークデュオの、コントがありますけども、うん、そのグループ名が赤鉛筆と、うん、それがですね2024年来年ですね2月9日の金曜日日本武道館ライブ開催日程が決定しましたということで、うんうん、2月の9日金曜日やります、うん、これですね、金曜日の18時会場19時開演、うん、ね、うん、場所は日本武道館でございますね俺こんなことを言う日が来るとは思わなかった場所は日本武道館です。日本面白いね。そうです。赤鉛筆in武道館なんでね。会場は日本武道館です。嘘みたいな。なんでだよっていうやつだもん ね今のね。はい。全席指定の1万2000円チケットだよね。それで、これ入場特典としてチケットを買うと赤鉛筆オリジナル。うん、まあ、王ちゃんが被ってますね。あの、うん、チューリップハット付きと。へぇー。チケットに全部付いてきます。チューリップハット付けんだ。はい、付けます。で、これチケットなんですけども、いいね、これローソンチケットで、ですね、これがね、うん、先行チケット申し込み受付が明日、10月28日の土曜日10時から。あ、じゃリアル今日でしょ、もう、ね。リアル今日です、開けて。これがだからチケットの先行、まあ、申し込み受付が開始ということになっておりますね。うん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 、詳細はですね、ステラキャスティングホームページ SNS をご覧くださいということで。うん、一般の発売は、
2023年の12月23日土曜日、12月23なんだ、土曜日10時から、一般はね、一般はね、うん、でも明日からもうこの先行のチケットの申し込み受付が始まります、リアル今日のだから10時ですよこれ、そうですね、うん、10時から AM だよ、10時、えへへ、 AM ですね、 AM10 時、はい、そうです、そうね、ということで、まあまあ、またここの中でもいろいろとね、細かい何か決まり次第言ってますけど、一応そういうことで、はいはいはい、なんですって、はい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 、ね、おすごい発表された、まあ ね、 ね、やりますっていうのはあれだったけどね、日にちを言った、そうですね、おすごい、はい、おありがたいですね、お願いします、ぜひぜひ皆さん、ね、ぜひぜひ、さあ、曲対決いきます、はい、ね、俺はね、うん、直太郎くんでございます、うんうんうん、直太郎くんでどこもかしこも駐車場、あー、あーいいね、はい、僕は X でウィークエンド、おーおーおー、うん、すごいね、はい、さあどちらがかかるでしょうか、金曜ジャンク、金曜ジャンク、はい、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。やったりまーす。やった。ん？やっとりまーす。やっとりませんっつった？やっとりまーす。やっとります。ってことでね。いやいや、日村さん。はい。じゃあ先週なんかは、まあ旅行行ったり、うん、ね、京都に。うん。やって、まあまあ仕事もしたりとかして。うんうんうん。ね。うん。じゃああれか。何空気ガラッと変えたね今あれかの時があ、なんか空気が変わったの感じ取った、感じるでしょだってそんなのも、じゃああれか、あんまり、うん、あのことについては何にも考えてないか、何のことですか、あのことってのは何だと思いますか、あのことって、わかりませんよ、わかんない、わかんないで、もうそしたら終わりじゃない、なんかほら考えないと、何のあのこと、何のことって、あのことって言われてもまあ、まあ、だってこの時期だとね、まあそれはね、ある程度それはね、分かってんだな、うん、でもなんかあれでしょ、別に家でまだ、まあパーティーやったみたいなこと言ってたけど、その、うん、ね、仮装とかコスチュームみたいなのはやってない、考えてない、ハロウィンでしょ、うん、やっぱ考えてないっつか、やってない、やってない、やってない、ああ、うん、まずそう、じゃあ怖えわ何が今年何かなって感じ、まあまあ、俺もちょっと考えたりしたんだけどね、あ、考えたん、いや多分今日やるんだろうなーなんてちょっとうっすら思ってるじゃない、そうだね、だって街中でもハロウィンのね、そう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 、仮装の人見たりとかしてたからね、そう、そうで大体このラジオのことで来るけど、うんうん、全然思いつかないんだよね、まあもうなんつうの、今年もさ早いもんでさ、あと2ヶ月ちょっとなわけですか、うんうん、でやっぱりハロウィンってなると、うん、まあ、うちの番組なんかだとね、うん、恒例のさ、うん、まあ、今年の出来事、そう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 、で特にラジオの中で話題に上がったもんとかね、そう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 、のがあるけどね、そうそうそう、何、うん、だろうなとかもね、あと世の中の何かとかさ、うん、うん、世の中的に流行った、そう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 、そうだよね、そう、じゃあ怖っ怖っ怖っ、何が早くハッピーハロウィンって言った瞬間に始まるかな、これよく覚えてんじゃん、いやそりゃそうよ、でもハッピーハロウィン、さあ日村さん、お、来ましたよ、パンプキンのお化けたちがやってきました、日村さんの服をですね脱がしておりますね、パンプキンのお化けたちがもう全乱なんなきゃいけないのよこれ、やっぱこっから仮装ですからね、さあ日村さんちょっと目隠ししてもらいますね、目隠し、全乱なんなきゃいけないのよ、目隠しをし、まあね、脱ぐよ自分で、もういいから、そういいよ、靴下も自分でやるよさあ、あ、なんか着せられてますね、日村さん、日村さんは目隠しをしてですね、パンプキンのお面をかぶったねお化けたちがですね、なってんの、うん、いや、吐くよ、自分で吐くよ、うん、ねえすごい、もうポコチンが干し柿みたいになってますけどね、今日もね、ゾンビポコチンが笑ってますけど、わかんないや、靴下か、ねえ靴下履くのか、今靴下履かされてるんですか、靴下渡してくれたら履くよ、自分で下と上をね、あ、靴下じゃねえや、これ違う、靴下じゃねえや、なんだろこれ、なんつったいの、なんだこれ、なんつうの、いやわかんねえこれ、なんだろう、なんか今履かされた、ちょっと日村さんちゃんと立ってください、
普通のなんか服着てる感覚と近いな。ちょっとあれですね、全部脱がされてまた全部着せられてますよ。めちゃくちゃ汚ね。うわ、わかんない、これなんだろう、ね、え、うわ、なんか塗った頭にこんちょー、なんか塗った、オールバックにされてるあーすごいね、もっともっとガッツリいかないとつけて。いやー、これも全然なんだこれ、ね、こう、こうね、何、うん、そうだね、そうだ、こっちもこっちも逆サイドもね、逆サイドだって、うん、すごい、結構時間かかった。これ過去最長なんじゃないですか。いや、ちょっとかかりすぎだよね。すごいかかってる、ね、いきなりこんなやっちゃっていいの、頭とかなんかリップみたいなのでしょこれさあ、あ、いなくなりましたよ、パプキンのお化けたちが。おった、ねえ、じゃあ日村さん、全然わかんない、うん、じゃあ日村さん、ちょっと目隠しのね、取っていただいて、取っていい、うん、はい。例えば通勤中、急に天気が荒れ出しても、あ、窓シャッター閉めとくか。その場からスマホ一つで窓シャッターの開け閉めができます。今窓シャッターは IoT サンマシャッターの窓モアシリーズ。お客様の中に温泉好きな方いらっしゃいませんか。え、はい。お伝えしたいメロディーがございます。有名温泉地に49カ所、お得に通える温泉宿ならいい湯加減、旅加減、伊東園ホテルズ。ジュジュ東京ドーム公演開催決定。 TBS ラジオ公演、ソニー銀行プレゼンツ、ジュジュ園スーパーライブ、スナックジュジュ東京ドーム店。ママがジュジュ20周年を盛大にお祝い。ひとよ限りの大人の歌謡祭、来年2月17日土曜日、東京ドーム。ジュジュ公式ホームページへ。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、マルハニチロ、三和シャッター、伊藤園ホテルズ、ガールズケイリン他各社の提供でお送りしました。声優関根ひとみさん、ミンティアプラスボイスを食べたいい声でツンデレな院長風に宣伝をお願いします。はい、ほら、のどあめチップ配合のミンティアプラスボイス、別にあんたのいい声をサポートしたいんじゃないからね。アイムエンタープライズ声優公認のどタブレット、ミンティアプラスボイス。フロムオーケストラ、オーケストラと有名アーティストがコラボレーション、新感覚コンサートを開催。出演はジュースジュース、佐々木彩香、フロム桃色クローバー Z、木村雄一、高志安藤修也、フロム超特急、中川明典、内博樹、スペシャルゲストに小林幸子が登場。ラブフロムオーケストラは11月12日日曜日、東京オペラシティで開催。また、オペラシティからの迫力の映像を楽しめるライブビューイングも。オーケストラからアーティストへの招待状、一夜限りの奇跡のシンフォニー、ラブフロムオーケストラ。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。ポコチンマックスだからこれ。もう全然隠してないからね。日村さん、でもこれ憧れだったんじゃん、ちょっと。憧れになっちゃったよ。特に今年はそうか。そうですね。鬼ヤンマくん。鬼ヤンマくんですね。鬼ヤンマくん。鬼ヤンマくんなんですよ。隣で筋肉くんやってますよ。筋肉くんになって。鬼ヤンマくんと筋肉くんと。鬼ヤンマくんと筋肉くんってくんつながる。くんつながってたわけですね。いいな、オクラ。これもうムキムキにこうわざとしてますけど。あ、そっか、オクラ筋肉あるもんね、今ね。すごいね。やっぱ筋肉ってなんかあれだね、全然わかんないね。全然わかんないよ、全然わかんないね。すっごい乳首だな、オクラ。乳首なんだ、乳首くんじゃん。乳首くんってなんだよ。ビンビン、ビンビン乳首くんじゃん。日村さん、山田くん、これすごいね、手作り感満載だけど。これすごいじゃん。
これやばいよ、これ面白すぎるけど。こいつはやべえよ。やばいよ。何なんだろう、これ手作りよく作ったね、これ。泥棒今回。笠松ちゃん泥棒が作ったの。泥棒ちゃんこんなことやれんの、すごいよね。なかなかじゃん。ねえ。そういうことよ、だから。あ、本当だ。よくできてるわ、これが。これ、ね、この仮想大賞の方に来るからさ、途中からこの仮想大賞のさ、確かに仮想大賞だよね。コスチュームというよりは、ね、コスプレというよりはね、うん、よくできてますっていう、ね、うん、鬼子供がやったら可愛いっぽい、こういうの。そうだね、おじさんがやると、いや、日村さんがやっても可愛いよ。ほ、うん、ちっちゃい子がこんなのやったら可愛いよ。いやいや、日村さんがやっても可愛いよ。ほんと、うん、これ、うん、可愛いよ。チンコ出してんだよ、俺たち。でもあれトンボだってすっぱだかなわけだから。そんなとこリアルにやってんの。トンボもすっぱだかだから。トンボもすっぱ、あいつらすっぱだかだな。あいつらすっぱだか、服着てないじゃん。そっか、あいつらってすっぱだからと思ってる。すっぱだから自分のこと。いや、思ってないよ、服着る概念がない。概念がないですね。そうだよ、ね。ラジオネームタコチューズで叫ぶおさんは、ヴァンパイア設楽さん、フランケン大倉さん、ゾンビ方形日村こんばんは。やめてくれよ、その格好で外出れば虫寄ってこないのか。ぜひ使わちゃうんだよ俺が。虫どっこいだね、使わちゃうんだよ。こんなんで外出たら虫寄ってこない。虫超寄ってくんじゃん。虫すげえくるよ、あと。面白いね、ラジオネームケンスケコストコ行ってこい。おいたけし、たけしじゃねえよ、お前のポコチンより鬼山くんの方がでかいだろ。いや、でかいよ鬼山くんなんて。めちゃめちゃでかいよ鬼山くんね。まあね、面白いね。ラジオネーム振りすぎファンタ、設楽さん、大倉さん、仮想方形さんこんばんは。仮想は仮想だ。おい鬼山くん、もしかしたらチンコに向かってぐるぐる指回したら取れちゃう、チンコの皮むけるんじゃないか。取れちゃうか、ポロって。取れちゃったらチンコが取れちゃうか。チンコがただ黒だけになっちゃう。やばい、肉袋だけになっちゃう。ポロって、ポロって。なんだその話。で俺がこうやってる間にずっと僕らが筋肉作ってるのやめさせてもらっていいですか。何やってるのこの人ずっと。ちょ、 誰に対しての筋肉なの。何やってるの。面白いよ、面白すぎるだろ。いい、ね、どんな放送作家だよこれ。お前次これ着るんだぞ。お前これだからな。え、これ着るんだ。当たり前だろ。だって順番にずれてくる。順番に。知らないよそんなの。鬼まん。自分がこの指示出してんだろ。さあ行くぞ。ハッピーハロウィン。うわ、来た。うん、やるからやるから、自分でやるから。まあオクラも脱がされてますけどね。やばいね。ねえ、いやいや、こっち出る。ね、こっち。目隠し、目隠し取らないと。ちょっとパンプキン舞台がみんなバカなんだけど大丈夫か。大丈夫かい、それ詰まっとくか。大丈夫だから、うん、ねえ、あー、わかんない、覆面みたいな顔と取られたけど。おー、これはわかんないな、これはこれはこれ大丈夫。ちょっと俺やばい、カオスになってきた。もう二人ともやばい状態になってきたけど。さあさあさあ、何やってか全然な。何これ本当、何終わったのもうこれ。ねえ、終わったの。はい、終了。はい、なんでしょう。ああ、やばい、見えてないからわかんない。ちょっとここさ合わせてもらう。メール目、この覆面のとこからさ、見え、うん、大倉も今変わってるからね。めちゃめちゃ本気じゃんか。こんなに人のことを笑ってられるんだろ。これは知ったの、このチンコに比べたら。今さ、あのチンコはいいけど何の仮想か全然わかんない。何やってるの。じゃあもう鏡っていうか全然わかんない。わかる、これ一瞬でわかると思うよ。ああ、あれなんだっけ、なんとかボーイ、か、あれかだっけ、インとか。か、次の文字もか。か、か。あ、もう字言って。もう、かかしボーイ。かかしボーイ、かかしボーイ。かかしボーイだから、本当のかかしボーイ。かかしボーイをのコスプレです、これ。これもう相当やばい。クレイジー
クレイジーハロウィンパーティーの時しかできない , 笑ってるよ。これやばいって。クレイジーハロウィンだな。これやばいって。これやばいよ。これやばい。もう鬼山君とさ、カカシボーイが来たらこのパーティー終わりです。終わりだよ。やばい、やばい。僕は僕は鬼ハンマー君、虫と鳥が来ないよ。あ、怖いだ、怖い。やばいパーティーが始まった。やばいパーティーが始まったよ。これやばい、やばい。あー、やばい、これ。あー、面白い。マジで今年やばい。でも、カカシボーイはさ、顔が見えないからね。うん、いいね。まだね。うん。なんか、映らないじゃん。恥ずかしくない。マジでこの覆面だけかぶさせられて何にもやんないからさ、うんうん、あれ何終わったの終わったの、目隠ししてさ、そのまんまかぶせようとするんだよね。そう、いや、やばいよ今年の新人の知らねえ知らねえやつらは。いや、新人じゃないのよ、あれやってたの大将の泥棒なの。大将頼むよ、大将頼むよ、マジで。いいね。なるほどね。今度これだからね。いや、やだ、これかぶりたくない。しょうがないだろ、そんなこれもボロだからね、これ。しかもディップがついてるからね。そうだよ、ね、うん、じゃあ、うん、ハッピー。あ、メール来た、メール来た。何、あ、鬼山くんがもうメールとかやれなくなってきちゃった。ラジオネームエンジェルマート天才天才、チンポコペニスケこんばんは。やめろ、やめてくれよ。最低な名前だ。えお、日村とオクラ、うん、で本当に森に行って虫とか動物来ないか検証してくれ。頼む。これ森にいたら会っちゃったら怖くてしょうがない。この二人に会ったらもう超怖いよ。森に行ってこんなのねえ。ああ、面白い。ラジオネームとうとう平助、うん、天才秀才、ホケチンポくんこんばんは。やめてくれよ。大倉さんの鬼山くんに指をぐるぐるしたら前歯落ちるんじゃないか。これ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 やったら前歯がもぎ取れるんじゃないか。ね、首がもぎ取れたっていうエピソードがねありましたけども、いや、いいですね。ちょっと日村さん、まだ終わってないんですけど、ここでですね、ちょっと MJ 兄さんが、え、ラジオネーム MJ 兄さんの、うん、うちのね、もうデータ記録をかなりね、あの、いろいろやってくれてます。 MJ 兄さんいつも送ってくれるんですけど、バナナマン、うん、設楽さん、バナナマン大倉さん、うん、ローガン・フリーマンこんばんは。今年の ね、ライブネタの中で言いましたよね、うん、ハロウィン直前ということで2014年から歴代ハロウィンの仮装をまとめました。だって、ああ、なるほど。2014年、もう10年近く前、うん、ああ、2014年って面白パンツとかやってたんだ。ああ、そうだね。そういうのも。白鳥パンツとか。ああ、はいはい。いくつかもらってったもん、俺。ああ、そうだよね。うん。2015年も飛び出るパンツとか。パンツシリーズやってたんだ。うんうんうん。で、バナナの被り物。はいはいはい。貝殻ビキニ。うん。まだこの頃は、だからこういうのやってた。そうだね。ね。で、2016年が、ドラキュラ。うん、普通に。ドラキュラ。普通に、だからここら辺から始まってんだ。おうおう、ハロウィンでね。うん。神社パンツ、またパンツだ。それも覚えてる。白馬のパンツに頭は白鳥。うん。ああ、こういうのやってる。うん。で、この時にキキやってんだ、魔女の宅急便。ああ、魔女の宅急便ね。この時の、このぐらいから、2016年ぐらいからなんかこういういろいろ。ちょっと仮装が入ってきたね。そうだね。うん。ずっとカカシボーイで喋ってるよ。口んとこ今臭くなってくるよね、これ。だんだん唾がね。2017年が、キョンシー、うん、ファラオ、金太郎、紙コップで作ったスカイツリー。それ覚えてる。なんか、ね、それ首に引っ掛けてね。うん。ね。ザニオタちゃんがやってんだよね、この辺のね、多分ね。ヒッピちゃんね。ヒッピちゃんね。もう俺ら呼び方変えたんだよね、ザニオタの。何ちゃんだっけ？ヒッピちゃん。ヒッピちゃんなの？ヒッピさんか、ヒッピちゃんね。ヒッピちゃんね。そう、名前なんかね、みんなで呼び方変えようって。そうだね。この前話したんだよね。ヒッピちゃんね。そういうことだよね、本当ね。そういうことだ、ね、すごい弊害が起こるよね、本当だよ。すごいよね。ね、なん関係ないかと思ったら起こるんですよ。そうそう、起こるのよ。2018年がウォーリー。ああ、ウォーリーやったね。ウォーリーは覚えてる。あと大阪直美選手。ああ、もうめちゃくちゃ覚えてる。これラジフェスでも来たもんね。うん、めちゃくちゃ覚えてる。すごい気に入ってたよね。うん。うん。あとは、むけてるバナナパンツ。ああ、これね、あ、ああ、そんなあったっけ。うん。うん、あと、紙コップの回し。ミニカーパンツだって。あ、ミニカーパンツ、ああ、この辺ね。2019年が、あ、ラガーマン。これラグビーワールドカップ4年前のちょっとちっちゃめの、あの
オールジャパンのさ、あ前回の、うん、それと全裸監督、2019年なんだ、うん、それからポコチン丸出しのバス、あバスの免許どうか、それはめちゃくちゃ覚えてる、ね、俺免許取った時だ、うん、エンパイアステートビステイトビルチンコサック、うんうんうん、なんかあったね、あとイノシシ、え、うん、ったっけ、うんだって、うん、で2020年がアダムとイブ、あこれ大倉と日村で、大倉と日村ちょっと大倉と日村さんで並んでやつはアダムとイブね、うん、これなんかでも全身タイツみたいな着てたよね、そうだっけ、アダムとイブ、うん、うん、あとボンバーマン覚えてる、これだとダンボールで作ったやつ持って帰ってこの年のハロウィンで着用、覚えてる覚えてる、あとマリトッツォもなんかすげえ覚えてる俺、ああマリトッツォはこの年じゃないんですよ、この年じゃないっけ、この年はまだ暴れ八着とブロッコリー、暴れ八着ブロッコリーブロッコリー頭だけかぶってる、うんうん、2021年がマリトッツォ、マリトッツォやったら覚えてる、ね、クリームバー入れられたもんあの口開けてマリトッツォ、あとイカゲームのだるまさんが転んだロボット の, あ の,、ね、あの女の子、女の子ね、そう大倉の長い下の前歯っていうなんだこのコスプレ、その感想、あとネズミのぬいぐるみパンツ、あこれ目隠ししてねつけられて超うわーっつって脱いだの、はいはいはい、うん、あとせっかくグルメの鼻から出た水っていうこんなの俺らだけしかわかんない、あと去年が新幹線、あとガリレオの湯川さんね、それからデモゴルモン、これデモゴルモン、あれもかぶったんだね、かぶり物のデモゴルモン、うんうんうん、これが日村家のハロウィンでも、なるほどなるほど、着用、あとテリーゴディ、テリーゴディね、キツネダンスにカヌレ、あカヌレね、玄君の方、玄君の方にも持ってったやつだね、 ありましたけどもね、はい、はいはいはい、ということで、まだあんの、今年もこれ次が最後かな、ラストラスト、ラストラストのハッピーハロウィーン、ラストですよ、もう今年は最後ですね、あーラストか、ラストですよ、いやー今え、これかぶるでいいのね、だから目隠し取らない、目隠しはおい、俺目つぶっとくから大丈夫だから、あ、僕らはカカシボーイね、カカシボーイね、一回拭いたらいいじゃんか、今拭いてる、拭いてる、マスクどんな拭いた方がいい、で終わったの、早くない俺の終わんねん、おいカカシボーイ待ちだよ、カカシボーイ待ち、俺何やってんだろう、目つぶってるから分かんない、どんくらい早くかぶってもらってカカシボーイ、よう裸だな終わったの俺、おかげがかぶり終わったらちょっと終わりなの、はい、なんか頭になんかかぶっただけだ、僕らなんでそれ、もうちょっといいの、それで合ってんだ、大丈夫僕らの方が似合うかかしボーイ、あっそう、はい、じゃあ日村さん目開けてください、はい、うん、はい、え、なんだこれ、さあ日村さん最後なんでしょうな、これこれまさかだけどこれ、うんもうサウナ、そうです、ただのサウナの人サウナハットかぶってるだけ、サウナハットかぶってるだけだから、ね、今年、まあ今年だけじゃないですけどちょっと前からですけどね、やっぱ日村さんといえばサウナにハマってる、サウナ行くから、これもろサウナのサウナの仮装ですね、サウナハットです、仮装じゃないよこれはいやだからさっきの地味ハロウィンみたいな、あーそういうこと、俺仮装とは言わないよもう僕ら最近今さんこんなだったの、やっぱかかしボーなんで筋肉つくの、本当だよ、なんで筋肉ギュンってやるの、ね、なんでやんの筋肉みたいな、僕らやばい、脳天がもう丸出しになってます、やばいやばいやばい、かかしボーイなのに脳天でオクラとバレちゃうよもうやばい、もう最後終盤だね、酔っ払った最後もう本当もうドロドロに酔っ払った最後みたいな、くだらねえ、くだらないね、いいでしょサウナ、サウナってことね、サウナに入る人の仮装仮装って言わない、ただ脱いでサウナハットかぶってるだけなんだからこれ仮装じゃないよもうこれは何これね、あ、うん、あ面白い、面白いね、面白い面白い、どう今年はビバンの、うん、あのドラム筋肉、オニヤンマくん、カカシボーイ、サウナ、サウナってことね、うん、
いや今年だねやっぱね、今年を象徴する今年、ね、どれが良かった？ドラム、あドラム良かった、筋肉、あ良かった、うん、うんうん印象でしょ、嘘嘘印象でしょ、マジで。いや裸シリーズはもう全然でしょ、本当、うん、裸シリーズから俺らはもうなんかいろいろ考えてああそういうことあれかなと思った。ああいやいやいや、まあまあまあ、うん、筋肉かな。じゃあ1位は、あ意外と面白いねやっぱね、筋肉、筋肉見てほしい、筋肉いいよね、うん、ねえー、こちらラジオネームタコチューズで叫ぼうさん、シャラさん、大倉さん、ジャック王タンカン日村こんばんは。何言ってるの？ジャック王タンカン日村、あれじゃない、ジャック王タンカン、ビバンじゃん、違う、ジャック王タンカンなんている？ちょっと分かんないの俺。ジャック王タンカンは、タンカン、ね、タンカンはあのタンカンのことかな。ジャック王なんだろう、 JO 全然何言ってんだろうちょっと後で調べるねこんばんは、ごめんね、うん、僕的には今年は、オニヤンマ君とカカシボーイを持って帰ってもらい夫婦揃って仮装してほしいです。いやいや、やばいだろこれ2人揃って、まあね、まあね、うん、うちの人はやるかもしれない、格好してベランダライフを過ごしてもう寒いからさすがにベランダ出ないけど、うん、あいい、ね、まあ やってもらってもいいかもしれないね、面白いね、あ、どうカカシボーイはいやいや、カカシボーイ、いや何いやいや、今オクラがカカシボーイだからどう言われてもどうもこうもないですよカカシボーイダメ、なんか全然まだあのリアリティがないですよ、カカシボーイの、うん、何リアリティってカカシボーイの感じがしないんですよ、まあ、カカシボーイの感じがしないか、うん、恥ずかしい、恥ずかしいですね、なんだよもういいじゃんか日村さんもサウナ入りながらラジオやってるみたいな感じで、ね、サウナ入るときサウナハットとか俺は被んないね、あんまり、あそっか、もらって、うん、なんかいつかたまに使うけど基本はもうタオル巻いちゃってるけど、うん、ああそっかそっか、うんうんうん、そうね、こんな感じで入ってるわけだもんね、そうだよ、ほんとこんな感じ、はあ面白い、うん、いいね、うん、いや今年もなんか気に入ったのあったら、はい、持って帰ってもらって、あ筋肉ともあのドラム、あマジで絶対持って帰る、絶対持って帰る、絶対持って帰る、持って帰る、持って帰る、両方とも部屋着にもいいしねなんで俺部屋着中山筋肉になってるのいや普通にあれで過ごしてもいいもんねドラムもね、あれサムウェイだから、上あ茶色いだから普通にドラムはね、うん、筋肉を本当に外でやってみたいね、うん、ただ日村さん、はい、実はここからが今年のハロウィン、今までと違うところなんですよ。何、それではいきますか、何、ええ、だってさ、お知らせいくの、お知らせ行ってからです、うん、ね、お知らせです、え TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、マルハニチロ、三和シャッター、伊藤園ホテルズ、ガールズケイリン他各社の提供でお送りします。ダンベル何キロ持てるのコンビによる最新作指導、女子専門の裏格闘技団体バルキュリー、そこに君臨する無敗の女王、日本一危険な女子高生本郷ひな、そして彼女を狙う刺客たち、一生千金コミックス第1巻発売、漫画1で連載中。道重さゆみが送る音と光、そして映像が織りなすエンターテインメントステージ、 TBS ラジオ主催さゆみんランドール大空、11月14日から20日まで DDD 青山クロスシアターで上演、詳しくはさゆみんランドールで検索。はい、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。あ、やっております。皆さん、うん、ね、あのいつもコスプレやってもらって終わりだけど、うんうんうん、やっぱ今年それだけじゃ終わりね。全然意味わかんない。仮装していつも、もそういえば、うん、
ハロウィンパーティーやってないな。ああ、仮装して終わってるから。そうです、そうです。おうおう、ということでですね、ここで特別企画、ハロウィンといえばというね、これをやりたいと思いますね。アップルボビングさあ、じゃあ、用意していただきたいと思いますけどね。あの、日村さん、これアップルボビング多分知ってると思います。これは、アメリカではハロウィンの定番ゲーム。あ、いいよ、もうどんどん持ってきてください。これ、大倉と対決です。何これ洗面器に水張って、はい、リンゴ入ってるわ。はい、そうなんですよ。ね。これあ、なんか知ってるこれ。知ってますよね。あの番組とかでもやったことあります、ね。これですね、要は手を使わずに。そうだ。リンゴを取ったらいいんですよ。そういうゲームなんですよ。ね。で、水が張ってあるからリンゴが動いちゃってっていうね。なので、僕らこれそのままだとできないんで。いいっすよ、取って。カカシボーイを取っていいっすよ。裸のただオクラじゃねえか。もう、こんなの。裸のオクラとサウナハットかぶって日村。仮装と真逆ですよ。これ、全部ないんですか。仮装してないよ、俺たちもう。これ、ね、赤ちゃんの仮装。赤ちゃんの仮装してない。仮装とは言わないです。赤ちゃんの仮装。そうしてないですから。赤ちゃん。やばいね、赤ちゃんだよ。うん、てか、もうサウナです。本当だ。お互いサウナやってる。ね、いいですか、はい、お二人とも、はい。手を使わずに。手後ろです。はい、ちょっとその周り、こぼさないようにだけ気をつけてもらって。うん、手を使わずに。うん、ね。この洗面器とか持たないでください。あ、持っちゃダメなのか。はい、ダメです。それで、これ、うん、はい、加えて、うん、こう、そうです、ここに移した人、はい、あ、ここに移すの、うん、で、これ一応2人ともオールインプラントということで、うん、フェアな状況ということで、ね、ね、で勝った人にはご褒美でハロウィンなんでお菓子たち、うん、ああそういうことか、はい、負けるとですね、かぼちゃ部隊が来てね、体全体ピチピチ叩きます、ね、いやだよあいつら、ね、ということで頑張ってやっていただきたい、はい、噛んでいいの、噛んでいいの、もちろん噛まないと、噛まないとね、ああなるほど、うん、じゃあ行きますよ、全然やったことない、うん、よーい、事故腹落ちてる事故今の怖いよ今の、無音でしたね、うん、ハロウィンナイトは怖いですね、怖いですねじゃなくて、行きますよ、うん、よーい、ハロウィン、あ、結構取れないもんですね。あ、井村さんの勝利、井村さんの勝利、入った、入った、さあ、ロケー、うわー、はい、終了、はい、終了、はい、終了、ダメだよ、オクラ、何反撃してんのよ、痛いよ、痛かったね、ピチピチきたね、日村さん、はい、日村さん早かったね、早かったでしょ、ずるす、僕前歯短いんですよそう、ずるとかじゃない、知らない、自分で短くしちゃったあ、もう噛んじゃってんだ、噛んで、剥がれちゃってんじゃん、剥がれちゃうんですよ、うん、ねえ、なんでな、もういいよなんポコチン見ながら自分のやつ剥くの何やってんのこいつマジで誰にやってんの、日村さんにご褒美を、じゃあ日村さんご褒美です、入って、あ、やった、ドーナツだ、はい、お菓子お菓子ゲット、どんな世界の話だ、裸でなんかやって、やった、ドーナツやばいってさ、これずっと今何やってんの50歳過ぎてやった、ドーナツだ、夜中にこれはやばい、やっぱハロウィンって楽しいんですね、楽しいかな、ね、やばいってこれ今、よかったですね、ありがとうございますね、これ後で食べてください、後で食べるね、ということで、それじゃあコーナーいきますね、はいよ、シンクロザスピリッツ、さあやってまいりました、シンクイズスピリッツ、このコーナーは毎週月曜日に発売の週刊ビッグコミックスピリッツに掲載されているものの中から日村さんに出題、はい、2人とももしやだったら、うん、パンツとか履いていいですよ、なんでこれもう2人とも裸だけで怒涛のコーナー進んでってるけど何の服着れないのよかったら着てもらって構わないですけどね
さあ、クイズ今回正解していただくとですね、こちらもね、もうすぐハロウィンということでパンプキンパイをご褒美で用意します、ね。間違った場合は違う罰のものが来るということでね。さあ、それでは問題いきたいと思います。いいですか、今さん、はい、ね、誰だ、ラジオネーム、朝はうどん派からの問題、はいはい、今週の少しだけ生き返る、今週の少しだけ生き返るからの問題、はい、今週はですね、40代の弁護士狭間が運動会に参加する話です、はい、自分がイメージしていたよりも足が遅く、さらにパン食い競争の途中で転んでしまった狭間、はいはい、ショックを受けているとさらに追い打ちをかけるように、はい、借り物競争であるお題の人物として指名されたことで、うん、自分は周りからそう見えているのかと落ち込みます。なるほど。さて狭間が指名された借り物競争のお題は次のうちどれでしょう、はいはいはい、4択です、はいはいはい、1、はい、いつも体が痛そうな人、はあ、うん、はい、2、はい、今大きな悩みを抱えていそうな人、そういうことか、はいはい、3、はい、日光が苦手そうな人、あ、なるほど、はいはい、4、チンコが 4.5 センチっぽい人さあどれ。今日ひまさん 4.5 なかった。いやだからこれは時間なんだよね、本当この夜中はね、ちっちゃい俺は、まあまあ、ああ、まあそう、ちょっと分かんないけど本当にこれ洗面器はけていいよこれ。これはね、うん、日光が苦手そうだけやっぱちょっとね、うん、異質と異質っていうかなんつうのかな、要は板、何でしたっけ、板、一番何でしたっけ、板子の板太郎、板子の板太郎、あれ、あれ痛ごんの懐かしいことやってますけど、うん、1番がいつも体が痛そうな人、あ、いつも体が痛そうな人、2番が今大きな悩みを抱えていそうな人、うん、これはないと思う、俺はもう2は消していい、3、日光が苦手そうな人、2はねちょっとこれは、4、チンコが 4.5 センチっぽい、はい、まあもちろん4もないですよ、これも1か3ですよ、うん、もうこれ確定ですよ、もう、日光ね、日光が苦手っぽいっていうね、うん、なんかそういうちょっとまあ色白のなんかちょっとまあインドアな感じに見えてんのか、でもこれをでも確かに待って、そういう風に思われてんのかってあれだよね、なんか仮にそうだとしたら要はまあ自分がイメージしてたよりもね、運動会行ったら足が遅かったとか、パン食い競争の途中で転んでしまうショックだったね、で追い打ちをかけるようにあるお題の人物として指名されて、はあ、周りから自分ってそういう風に見えてるのかって落ち込んでしまった、うん、ってことです、ね、ああ分かった、ごめんなさい、これ3番が違うんだな、日光じゃないんだ、これだとしたら俺だいたいねえ、あーでも待てよでもなちょっとこれあ3番消すよ、2なのか、悩んでそうなみたいな、うん、これが一番よく考えたら一番これ簡単かなと思ってまず消したんだけど、うん、実はこれだ、2番にしますよ、おう、はい、2番でお願いします、今大きな悩みを抱えてそうな、そういう風に見られてるってことで落ち込むわけ、はい、はい、どうでしょう、当たった、残念あれ、じゃあ1か、正解1でいいです、 1はどうでしょう、1、あー、やられた、だからそういう体のね、要は衰えてる感じが立て続けに来るっていう、それだった、なるほど、そういうことか、いつも体が痛そうな人というお題で示された、なるほど、残念ということでね、パンプキンパイはゲットならずですけど、うんうんうん、違うものをゲットできました、なんだパンプキンパイじゃないとしたら、うんこか虫、これ虫だな今日、さあじゃあパンプキンパイならずドン、虫だ虫たもん、もう、ま、ガチタガメじゃん、ハロウィンといえばお化け、お化けということでお化けサイズのタガメを用意、くせ、はい、ということで日村さんこちらをですね、くせ、でっかゴキブリだよこれ、もう何センチぐらいあるそれ、 4.5 センチぐらい、いやいやもっとでかいでしょ、くっ無理だよこれ日村さん食ってください、いやいやこれ、いや、ただ出すだけって意味わかんないです、厳しい、ん、なんすか、あ、これか、空用のやつを出してくれるの、これ皮の用なの、皮を剥いて、あ、皮剥いて食いやすくしてね、うげ、うれ、何皮剥いてって、
うえ。十割。どうした？何を落とした？これの巣箱が。あ、今日買い替えたばかりの。だからうわーってすげえ声出したの。うわ。うげえうげえ。これ俺ちょっとこれきついぜ。これやべえな。こんなの食わなきゃいけないのかよ。間違えただけで。確か重すぎ。重くない？うん。どうぞ食べてください。どこ食うんすかそのこれ。まあ、ケツの方じゃない。かじればいいんだ。ケツなの。うん。厳しいぜ。うかって。厳しいぜ。マジかこれ。この罰えらい罰だね。厳しいぜ。あ、ちょっとひまさんそこで一発さ加えたのでさ。ひまさん加えたの一発ちょっと一枚もらって。くせ。うわ今食わせてください。いけ食えたの一発写真いただいていいですかね。うわやばいやばい、あいちゃんあいちゃん俺吐くよ。オッケーオッケーオッケー、日村さんここでとりあえず終わりでいいです。ありがとう。あのもう一問行かせてください。えもう一問やんの。ラジオネームちっちからの問題ね。正解したらパンプキンパイをご用意しております。間違った場合は違うものが何かがやってきます。今週の夢なし先生の進路指導からの問題です。メンズ地下アイドルのリョートとそのファンのリホの話ですが、はい、物語の中で様々なアイドル専門用語が登場します、はい、ね。同じアイドルを応援する他のファンを意味する同担、同担、はい、チェキなどの特典会の一番最後の客を意味する鍵締め、鍵締めつんだ、はい、などいろいろ出てきますが、その一つ TO、 さて TO とは何の略でしょうか。 TO、 TO、 はい、うん、ローマ字、はい、TO、 なんか頭文字だな、はい、4択です、はい、1、はい、単独推し、あー TO、 うん、はい、2、トップオタク、あー4、はい、とりあえずオツ、今 4？ あ、3です。3、はい、とりあえずオツ、はい、4、つよしのおちんちん。やめてくれよ。さあどれ、どういう、うん、お親父だよ。つよしおちんちんって。さあどれでしょう。単独推し、うん、夢なし先生の進路指導ね。今回そういう話の中からそういう用語がいろいろ登場すると。うわ、トップオタク、うん、とりあえずオツ、うん、オツってなんすか。お疲れじゃないですか。お疲れ、とりあえずお疲れ、うん、いいよ。うわむずいな。なんか単独推しのことを TO って言うかな。なんか言わなそうだよな、単独推しのこと TO とは。箱推しっていうもんね。だって単独を TO とは言わなそうだよな。わかんねえな。でもな、トップオタクね、これはぽいよね。なんかとりあえず落つ、なんかな、これもぽいな。とりあえず落つ TO、 TO ってことか。とりあえず落つ、もうむずいな。一番縮めたいよね、とりあえず落つって。やっぱ長いもんね。とりあえず落つ、頑張ってくださいね。正解すると今回ハロウィンということでパンプキンパイを用意してますから。絶対取りたい。間違えちゃうと違うものが来てしまう、ね、きついわ。タガメマジできついわ。これはまいったな。なんかね、単独推しはないと思ってるんですよね。もう1は違う、でもちろん4も違う、2か3だな。もうトップオタクにしとこうかな。俺 TO だから、 TO だから、もう行くよ。2番 TO、 あ、トップオタク、お願い。どうでしょう。お願い。はい、正解。はい、正解。はい、正解。ということでパンプキンパイね。パンプキンパイで、これは大倉がね、タガメちょっと持ってきてくださいね。今回ね、ちょっとハロウィンということで、ね、運命共同体。そう、今日はハロウィン2人でやってましたから。
ね、マジでかじってみちょっとだけマジで、うん、ちょっとパンプキンパイかこれ日村さんの食いかけですよね知らないあの食べる用のやつはいあの違うやつです違うやつあっめっちゃくちゃ臭いですよくっせちょっとごめんなさいおから黙ってまずパンプキンパイからこれパンプキンパイだよね本当に大丈夫もちろんもちろん、まあ、正解の時に変なの出しませんよよかったパンプキンパイだうんおいしい。うまい。よかった、おいしい。もう一回高めの香りになっちゃってんじゃん。そう。じゃあ、おいしい。おいしい。じゃあ、オクラ先生。これ食べて大丈夫なんです。うん。これ食べて大丈夫。なんで食べて大丈夫だろう。気持ち悪いな。気持ち悪いこれ。あの、うわうわ無理だこれ。これ無理だよな。無理。あの、でもほら、ちょっとかじってこうさ。日村さんのやつより気持ち悪いですね、これ。いや、かじってこな。いやいや、あの、いやいや、親戚のおじさんみたいになって、うわっ動いた感じがするって。ちょっと、ちょっと噛んでごらん。で、ギュッとこう、お腹の方噛んで。くっせえだわ。ちょっと、小倉、あの、ちょ写真、あ、小倉先生、うん。おっぱいっつったよ。なんでおっぱいな。あ、昨日おっぱいっつった。小倉、ちょっと。一回水飲んでいいですか？緑っぽい、緑みたいなってことじゃないですか。なんで緑って。ちょっと一回写真もいただきたい独特の臭さだよ、はい、ちょっと我慢して、うん、写真キープキープ手で持った方がいい手で持っちゃった方がいいほらやったよ落としたよ言わんこっちゃない本当にさあ気持ちいい、うん、ちょっと最悪だろこれちょっと手離した方がいいっぽいよもうちょっと噛まないと男らしくないぞ、その今。いや今羽の先っちょ噛んでったね。せっかくだとお腹がグイって噛んで、いやーっつって、ピースしない方がいいわ。もう目開けた方がいいよ。なんで落としちゃうの？もう無理です。早く取れよなんで落としちゃうんだよ。取れた大丈夫あせっかくなんだ。危ない、うん、いや、オクラ食べないと。いや、食べない。僕は重すぎる。じゃあ、しょうがない。そこまでです。というわけで、クイズどんどん募集します。宛先は、はい、宛先バナナアットマーク tbs.co.jp。バナナアットマーク tbs.co.jp お願いします。はい。来週号の、スピリッツ、10月30日月曜日発売ですのでぜひチェックしてみてください。以上新クイズスピリッツでした。TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、マルハニチロ、三和シャッター、伊藤園ホテルズ、ガールズケイリン他各社の提供でお送りしました。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐろです。声優の関根ひとみです。ジャンクをお聞きの皆さんに耳寄りな情報をお伝えするインフォーマージャンク、今月は芸人と声優がタッグを組み、週替わりでミンティアプラスボイスレモンジンジャーについて紹介します。はい、今週は我々3人がお送りしております。はい、ミンティアプラスボイスレモンジンジャーは喉が命の声優が公認する喉タブレット、気境エキスやビタミン C など声優に人気の成分を配合、いい声をサポートします。今回はミンティアプラスボイスレモンジンジャーを使ってこんな企画をやります。いい声でグッとくる一言、こちらお題のシチュエーションに合わせたグッとくる一言を考えて、ミンティアプラスボイスレモンジンジャーを食べた素晴らしい声の状態で言っていただきます。ラストの今日は関根さん挑戦していただきます。意気込みどうぞ。はい、もうミンティア先ほどいただいたのでバッチリだと思います。お、今回のシチュエーションは朝の通学路で会った女子のグッとくる一言です。それではお願いします。関根さん、おはよう。関根さん。あ、水川くん、おはよう。ごめん、イヤホンしてて気づかなかった。関根さんっていつもイヤホンしてるよね。何聞いてるの？あー、これなんだと思う？ちょっとこっち来て、一緒に聞こう。何？え？
何？え？あ、判定、判定は丸。ごめんなさい。ごめんなさい。いやいやいや。いや、なんかノーモーションで来られたから、なんか関根さんが変なことやり始めてると思ってた。ごめんなさい。走っておりますけど。こうやるんですね。すみません。とても良かったです。こうやってやるんですよね。はい。ありがとうございます。声優公認のどタブレット、ミンティアプラスボイスのご紹介でした。インフォーマジャンク公式 X 旧 Twitter ではプレゼントキャンペーンも実施中、ぜひチェックしてください。今週のお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらと関根ひとみでした。インフォーマジャンク1ヶ月間ありがとうございました。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、マルハニチロ、三和シャッター、伊藤園ホテルズ、ガールズケイリン、他各社の提供でお送りします。TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド、やっております。さあ今日は怒涛のねハロウィンパーティーみたいな感じでやってますけどもね、うん、はい、ここからコーナーいきますよ、はい、バーイロインはヒロメネス、本当やね、こんな案内4つあります、はい、ヒロメネス、偏見宣言、演出ということになっております、はい、ヒロメネスからいきたいと思いますね、はい、こちらラジオネーム、バンブーマン、うん、バナナマン日村ゆきは、うん、相模原の友達から、うん、東京のおすすめスポットを聞かれると、うん、千葉のスポットを答える。まあね、あの、家がね、東京に一人暮らしだから、はいはいはい、千葉行っちゃった。市川市ね、行っちゃったからね。行っちゃったからね。ああ、なるほどね。こちらラジオネーム、ニヒルなビニール。はい。バナナマン日村勇紀は、はい、プロの野球、うん、あ、ごめんなさい、プロ野球のドラフトで指名されると、うん、おこれもあったもんね。昨日だね。うん。ね、日村勇紀、うん、内野手、うん、ホーケーとアナウンスされる。ポジションじゃねえから。うん。ホーケー。内野手、だから学校とか所属とかだね。ああ、そっか。そこはね。こちらラジオネーム、劇団員四季。はい。バナナマン日村、日村に。うん。日村さんって赤飯握り10個食べたんですよね。うん。と聞くと。うん。11個ね。と強めに返される。これはありそうだ。そこが大事なとこだから。まあね。その先行ったってことだから。そうだよね。でかいんで、こっからの一個は。言いそうだよね。うん。ラジオネーム3歳の際。はい。バナナマン日村勇紀は、はいはい、ハロウィンで、はい、すっぱだかの状態に、はい、オールバックにされて、ドラムのコスプレをする。うわぁ、怖い。これもう前に来てるんだ。うわぁ、やられてる。すごい。すごい。ラジオネーム3歳の際。はい。バナナマン日村勇紀は、ハロウィンで、すっぱだかの状態に羽をつけて、鬼山君のコスプレをする。はめられてる。いや、これすごいすごい。ラジオネーム3歳の際、バナナマン日村勇紀は、ハロウィンですっぱだかの状態に、顔に落書きをされて、カカシボーイのコスプレをする。ほとんど。すごい。3歳の際、ほぼ当ててる。当てた。ね。すごい。でも、中山きんに君とサウナはさすがに当たるんだ。きんに君はないか。それがあったらすごかったね。うん、いや、だったら怖いよ。当たるわけないか。ラジオネーム、ミスティックシールと、うん、サッカーオクラは、うん、台本を書いてるときに行き詰まると、うん、味噌汁さえあればいけるんですけどね。と言い訳をする。先週ね。うん、味噌汁さえあれば。ね、うん、なんかずっとこうやってなんかもうずっと口の中にタガメがいるんですよ。タガメ、わかる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 、臭いの、わかる。ああ、続いてこちらラジオネーム劇団四季、のろかよに、うん、豚汁の話をすると、うん、あれにカレー粉入れると美味しいんだよねというカレーだよ、ね。こちらラジオネーム、3歳の際、うん、ミキサイノは、うん、サウナ好き？と聞かれると場所によりますねと答える。どこのサウナならいいんだよね。さあ続いて偏見、はい、偏見に思ってることいきましょう。こちらラジオネームが橋本パンダ。
ポテトサラダのことを、ポテサラというやつ。言うよ、俺。デブ。うわポテサラっていう。俺、ポテトサラダっていう。嘘。本当。あ、そう。どっち？僕ですか？ポテトサラダですよ。伊野はポテサラ。ポテサラだよ、ね、俺ポテサラ。ポテサラってやつデブ、これ合ってんのかな。合ってないじゃん、これ。ラジオネームバンブーマン。ブツ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 。ボイパー。ボイパー。ボイパーうまいやつ。お話つまんない。そんなお前それすげえ変だわ。そんなことないよ。なんかね、それはないよ。なんかちょっとわかるな、ラジオネームルリ色の海、バナナムーンしたリスナーは、夏服と冬服の間に着る服を持ってない、秋持ってない、秋はね、もう、秋はないか、ね、ラジオネームニヒルなビニール、もう髪の毛、サラサラ、褒められて喜んでる男、お俺だよ、人生モテてない。待て、俺のこと言ってねえか、さっきから日村さん逆算して、日村さんすごい喜ぶから、ね、俺めちゃくちゃ嬉しいもんだって。だから、髪の毛これなんかあれなのかな、だからそっか、褒めるとこないから髪の毛サラサラですねって言われるってことなのかな、っていうことなのかな、なんだろう、偏見だな今のは。ラジオネーム腹ペコ、ブッ、漬物。漬物。漬物好きなデブ。お、好きだよ。この世に存在しない。そんなことねえっつうの。そんな、ああ、まあイメージそういう、これ偏見だね。漬物はあんまでも食べない人いるよね。ああ、俺は食べる。大好き。まあ、わかるわかる。なんか残す人いる。あの、もっとね、そんなことより、もっとガッツリ食ってるって。カツ丼。うん。全然ついてくる漬物とかってことでしょ、全然食べますよ。ラジオネーム腹ペコ。運転免許証、運転免許証の写真見せてって、言ってくるやつ、俺のこと見下してる。でも確かにこれはある、ちょっと運転免許ちょっと見せてやる写真。ああなるほど。そうだよね。それはそうだ、上の人に言わないよね。それはそうだ。見下してんだこれ。だから変なのっていう、変だろうで見るんだもんね。そうだね。うん、見下してるわ。免許の写真見せて。あ。すごい、すごいね、ね、もうね。パスポートに言われたんじゃない？ほんとだ。ああ、すごい、今。ラジオネームエンジェルマート。彼女とジム来てるやつ。彼女とジムね。ジム来てるやつ。ズル向け。ああ、でもこれはそうだな。かもね。自信あんの？ちょっとそれはそうだな。すごい充実してる感じだから、ね、ズル向けだろうね。ここから宣言、ね、宣言したいこといきましょう、こちらラジオネーム控えめなピース、もし日村さんの人生を人生ゲームにしたら、車の席が、うんこで一人分埋まってしまうと思う。ちょっと子供生まれたらこうね、結婚したらとかさ、つけんのにさ、一個うんこで生まれちゃう。確かにね。ちょっと力抜けた今の。くだらなすぎて。ラジオネーム、ランニング大好き。次の大食いチャレンジには、泥棒さんと笠松ちゃんにも挑戦してほしい。泥棒と笠松ちゃんどんぐらい食えんだろう、ね、何個食えんのよ。全然食えなさそうだね。泥棒どんぐらいいけると思う？ 7 いけるよ。いけるわけねえだろ。泥棒の7はいけないでしょ。ない、絶対ない。笠松ちゃんは何個ぐらいいけると思う？いや、いけないだろ。マジ？ 2 じゃない？ね、3いけっかね。やってもらえばよかった、ね、泥棒ちゃんの7なんか絶対ない。意外と食うのかな。え、食うの？だって泥棒って意外とさ、食べ歩きじゃないけどさ、いろんなとこ行って食って。ああ、そうか、食うんだ。意外と食うのかも。ねね、食べなさそうよ、ね、ラジオネーム腹ペコ。オムライスにケチャップで好きな女の子の名前を書いて、思いっきりかぶりつきたい。ああいいね、ああいいね、いいね、いいね。早く食わないと誰かに見られちゃう。ああ本当いいね。ね、こちらラジオネームが控えめなピース。おー、赤飯を
10個食べるのはすごいけど、きりたんぽ鍋、うん、焼きそば、ポップコーン、みかん、餅、カレーライス、アイスクリーム、うどん、そばを一食のうちに食べれる人にやられても何も驚きません。そうなの違うんだよね、味が違うじゃん。確かに同じものを ね、同じものを11個食う、あと11個だからね、頼む。ラジオネームバンブーマン、うん、俺は将来放送作家になって、うん、大倉さんとご飯に行けるくらい頑張って、うん、酔った大倉さんが帽子を忘れていたら、うん、蓋忘れてますよと言って、うん、渡してあげるんだ、うん、ああいいね、かわいいっすよ、かわいいね、あ頑張ってくる、ね、蓋忘れてますよ。かわいい。大倉でもね、酔ってもね、帽子取らないから。ああ、ね。僕に帽子取らせたら大したもんだ。すごいな。長州力士。さあ、そして演出いけるかな、行きましょう。ここからは演出。ラジオネーム、劇団員式。まず日村さんは大倉さんを自宅のテントサウナに招待します。二人がサウナに入ろうとすると中に知らない人のうんこが置いてあります。うんこにびっくりした日村さんと大倉さんは後ろにのけぞり、二人ともベランダから落っこちてしまいます。気を失った日村さんと大倉さんが目を覚ますと、二人はのろこ屋さんの、のろこ屋さんの子供に双子として転生しますので、お、のろさんに育てられながら前世の記憶を頼りにうんこを置いていた犯人を見つけ出してください。それではバナナムーンオリジナルアニメのろのこ、まもなくスタートです。のろのこ、おしのこ、いいねこの話、いいね、面白いですね、はい、さあ全ての宛先一緒、はい、バナナアットマーク tbs.co.jp、 バナナアットマーク tbs.co.jp です。お願いいたします。金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。成瀬ここみです。私のファンクラブ誕生を記念して、あの番組がイベントで復活。成瀬ここみファンクラブ誕生記念プルルンハニートラップ復活祭、11月26日日曜日、ファームス秋葉原で開催します。ゲストには女性お笑いコンビ小田上田さんが決定しました。さらに豪華ゲストもブッキング中、芸人さんとの真面目な恋愛トークやぶっちゃけ話、私の歌まで盛りだくさんのイベントです。またこのイベント限定のオリジナルグッズもただいまチケット販売中、配信チケットもあります。詳しくは TBS ラジオのホームページへ。プルルンハニートラップ。井上芳雄です。僕のコンサート、井上芳雄 by myself グリーンビルコンサート2024のチケット先行販売を実施中です。4月23、24の2日間、場所は東京ガーデンシアター。詳しくはイベント公式サイトをご覧ください。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、マルハニチロ、三和シャッター、伊藤園ホテルズ、ガールズケイリン他各社の提供でお送りしました。はい、 TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド、もう終わりに近づいてますけど、今日ね、赤鉛筆の話しましたけど、赤鉛筆 in 武道館、うん、これがですね、2024年来年ですね、2月の9日金曜日でございます。もう一度言わせてください、はい、ね、日程が決定いたしました、はい、18時開場、19時開演ということで、はい、2月の9日金曜日ですね、うん、場所が日本武道館でございますね。本当だ、だからね、全、ね、席指定の12,000円、そして、これですね、もう開けて今日ですね、先行チケット申し込み受付が、10時から10時からね、 AM10 時からですね、はい、はい、一般はですね、12月の23日からやりますので、はい、ね、詳しいことはステラキャスティングのホームページご覧ください。お願いします。さあ、曲対決、俺はね、トリビュートアルバムが出たんですよ。さだまさしさんのね。はい、でも、今回はさださんの雨宿り、オリジナルの方ですね。はい、私、マイケル・ジャクソンのスリラー。なるほど。ハロウィンっぽい。ハロウィンっぽく。さあ、どちらがかかるでしょうか。これ聞きながら、お別れ。はい、雨宿りだ。雨宿りですね。はい。さよなら。はい、さよなら。